マーキュリー計画は1958年から1963年にかけて実施されたアメリカ合衆国発の有人宇宙飛行計画である。これはアメリカとソビート連邦の間で繰り広げられた宇宙開発競争の初期の焦点であり、人間を地球周回軌道上に送り安全に帰還させることを理想的にはソ連よりも先に達成することを目標としていた。 計画は空軍から事業を引き継いだ新設の非軍事機関アメリカ航空宇宙局によって実行され20回の無人飛行およびマーキュリー7と呼ばれるアメリカ初の宇宙飛行士たちを登場させた6回の有人飛行が行われた。宇宙開発競争は1957年にソ連が人工衛星スプートニク1号を発射したことにより始まった。この事件は アメリカ国民に衝撃を与え、その結果 NASA が創設され、当時行われていた宇宙開発計画は文民統制の下で推進されることとなった。1958年、NASA は人工衛星エクスプローラー1号の発射に成功し、次なる目標は有人宇宙飛行となった。だが、初めて人間を宇宙に送ったのは、またしてもソ連であった。 1961年4月、史上初の宇宙飛行士ユーリガ・ガーリンの乗るボストーク1号が地球を一周した。この直後の5月5日、アメリカ初の宇宙飛行士アラン・シェパードが登場するマーキュリー・レッドストーン3号が弾道飛行を行った。同年8月、ソ連はゲルマン・チトフを飛行させ1日間の宇宙滞在に成功した。アメリカが 衛星軌道に到達したのは翌1962年2月20日のことでジョン・グレンが地球を参集した。マーキュリー計画が終了した1963年の時点で両国はそれぞれ6人の飛行士を宇宙に送っていたがアメリカは宇宙での相対在時間という点で依然としてソ連に遅れをとっていた。マーキュリー宇宙船を設計したのは マクドネルやクラフト社であった。塩水の形状をした船内は完全に余圧され、水、酸素、食料などの補給物資を約1日間にわたり、飛行士に供給した。打ち上げは、フロリダ州ケープカナベラル空軍基地で行われ、発射機には、レッドストーンミサイル、またはアトラス D ミサイルを改良したロケットが使用された。また宇宙船の先には、 ロケットが故障するなどの緊急事態が発生した際に飛行士を安全に脱出させるための緊急脱出用ロケットが取り付けられていた。飛行手順は追跡及び通信の基地である有人宇宙飛行ネットワークを経由して地上からコントロールされるように設計されていたが機内にもバックアップのための制御装置が搭載されていた。帰還の際には 小型の逆噴射用ロケットを点火して軌道から離脱した。また、機体の底部には、溶融式の耐熱保護板が取り付けられており、大気圏再突入時の高温から宇宙船を守った。最終的にはパラシュートが開いて海上に着水し、近隣にいる海軍の艦船のヘリコプターが宇宙船と飛行士を回収した。計画名は、ローマ神話の旅行の神メルクリウスから付けられた。 マーキュリーは翼の生えた靴を履き、高速で移動すると言われている。計画の総費用は16億ドルで、およそ200万人の人間が関わった。宇宙飛行士たちは、マーキュリー7の名で知られ、各宇宙船には7で終わる名称が、それぞれの飛行士によって付けられた。開始当初こそ、失敗が連続して、進行は遅れたものの、計画は、次第に知名度へ。 テレビやラジオで世界中に報道されるようになった。この後の二人乗りの宇宙船を使用するジェミニ計画では月飛行で必要となる宇宙空間でのランデブーやドッキングが実行された。マーキュリー計画はその基礎を築いたと言える。さらにアポロ計画の開始が発表されたのはマーキュリーが初の有人宇宙飛行を成功させた数週間後のことだった。 マーキュリー計画が公式に承認されたのは1958年10月7日、また公表されたのは同年12月7日のことであった。当初の計画名が宇宙飛行士計画だったことからもわかる通り、アイゼンハワー大統領の最大の関心は宇宙飛行士の選定にあった。その後、古代神話に基づいてマーキュリーの名が与えられたが、これは SM-65 ミサイルに、ギリシャ神話の神、アトラス、PGM-19 ミサイルに、ローマ神話の神、ジュピターの名をつけたようにすでに洗礼があった。また、当時空軍で予定されていた、同じ目的を持つ、ミス計画は、魔計画に吸収されることとなった。1957年に発射された、スプートニク1号の複製第二次世界、対戦終了後に、 米ソの間で繰り広げられた各開発競争は長距離ミサイルの開発へと発展していった。また同時に両局は気象データの収集、通信、情報などを目的とする人工衛星の製造にも着手したが、そのほとんどは機密事項とされていた。そのため、米国民は1957年10月にソ連が史上初の人工衛星を打ち上げたことにより、 アメリカが宇宙開発でソ連に遅れをとっているのではないかという懸念、いわゆるミサイルギャップ論争に陥ることとなった。さらに拍車をかけるように、1ヶ月後ソ連はスプートニク2号で犬を軌道上に到達させた。この犬は生きて地球に回収されることはなかったが、彼らの目的が有人宇宙飛行にあることは明らかであった。これを受け、アイゼンハワー大統領は、 非軍事及び科学目的の宇宙開発計画を担当する文民組織を創設することを命じた。シビリアイコントロールとしたのは宇宙開発の中で軍事目的に関わるものはその詳細を明らかにすることができなかったからである。連邦研究機関のアメリカ航空諮問委員会をアメリカ航空宇宙局と名称を改め1958年に設立されたこの新組織は 同年中にアメリカ発の人工衛星を打ち上げるという最初の課題を達成した。次なる目標は人間を宇宙に送り込むことであった。この当時、宇宙とは地表から高度 100km 以上の空間と定義されていた。そこに到達するためには強力なロケットを使用する以外に手段はなかった。これは登場する飛行士が爆発の危険性や強い G。 大気圏を突破する時の振動、さらに大気圏再突入の際の下肢1万度を超える高温などの様々な危険にさらされることを意味していた。宇宙空間では飛行士には呼吸をするために予圧室や宇宙服が必要とされる。また、そこでは平行感覚を喪失させる恐れのある無重量状態も経験することになる。この他にも宇宙船や微小隕石の衝突にさらされる。 危険がある。放射線も隕石も通常は分厚い大気の層に遮られて地表に到達することのないものである。だがこれらはすべて克服することは可能であると考えられた。まずそれまでの衛星発射の経験から隕石に衝突する可能性は無視できるほどのものであると予想された。また1950年代初期に行われた 航空機を使用しての人工無重力実験や、高事医の人体実験、さらに動物を宇宙空間に送っての観察結果などは、これらの問題はすべて技術によって対処できることを示唆していた。さらに大気圏再突入に関しては、大陸間弾道弾を使って研究が行われていたが、これによれば、宇宙船が減速する際に発生する熱のほとんどは、鈍角の耐熱保護板を、 機体の前面に置くことで解消できることが明らかになっていた。マーキュリー計画における製造施設と完成施設の位置はロップスアイランドハンプトン・ジョンスビル、クリーブランドグリーンベルト・ケープ・カナベラル、ハンツビル・セントルイス・アラモゴード・サンディエゴ・ロサンゼルス1958年10月1日、NASA が正式に発足し、キース・グレナンが初代長官に、ヒュード・ライデンが副長官に任命された。 グレナンから大統領への報告は国立航空宇宙評議会を通して行われることになっていた。NASA の組織内においてマーキュリー計画に責任を持つのはスペースタスクグループと呼ばれる集団で、その計画の目的は有人宇宙船を地球周回軌道に乗せ宇宙空間での飛行士の能力や身体機能を観察し、搭乗員と宇宙船を安全に帰還させることであった。 既存の技術や使用可能な装置は何でも利用され、また機体の設計においては最もシンプルで信頼のおける方法が試みられ、革新的な実験計画と共に現存するミサイルが発射機として活用された。宇宙船に要求される機能には以下のようなものがあった。すなわち、1、異常事態が発生した時に宇宙船と飛行士を発射用ロケットから分離させる。 緊急脱出用ロケットに軌道上で宇宙船の姿勢をコントロールするための姿勢制御用ロケット3宇宙船を軌道から離脱させるための逆噴射用ロケット4大気圏再突入の際の空気力学的抵抗に耐えうる機体設計後着水装置である。飛行中の宇宙船と更新するためには広範な通信ネットワークシステムを作る必要があった。 当初アイゼンハワーはアメリカの宇宙計画に過度に軍事色を持たせることを望まなかったためマーキュリー計画を国家の最優先事項に置くことをためらっていた。このためま計画はデラックス・レーティングという国防計画の優先事項の順位では軍事計画の後に置かれることになったがこの順位は1959年5月には逆転した。 マーキュリー宇宙船開発の入札には12社が参加した。1959年1月、マクドネルやクラフト社が2000万ドルで落札し、宇宙船設計の主契約企業に選ばれた。この2週間前、ロサンゼルスに本拠を置く、ノースアメリカン社が緊急脱出用ロケット開発に使用される小型ロケット、リートル、ジョーの製作設計の契約を獲得していた。 飛行中の宇宙船と地上との交信に必要な世界的な通信網の開発にはウェスタンエレクトリック社が任命された。弾道飛行に使用されるレッドストーンロケットの製作はアラバマ州ハンツビルのクライスラー社が、また機動飛行に使用されるアトラスロケットの製作はカリフォルニア州サンディエゴのコンベア社が担当した。有人ロケット発射場にはフロリダ州、 ケープカナベラル空軍基地の中にある大西洋ミサイル基地が空軍によって準備された。またここは総合指令センターでもあり、一方で通信連絡に関する管制センターはメリーランド州のゴダード宇宙飛行センターに配置された。リトル城の発射実験はバージニア州のワロップス島で行われた。宇宙飛行士の訓練はバージニア州のラングレー研究所。 オハイオ州クリーブランドのグレン研究センター及び、ウォーミンスター海軍航空軍事センターで実施された。空力の研究には、ラングレイ研究所の風洞実験所及び、ニューメキシコ州アラモゴードのホロマン空軍基地にある、ロケットスレッド施設が使用された。宇宙船の着水システムの開発には、海軍と空軍両方の航空機が使用される一方で、 海上に帰還した宇宙船の回収には海軍の艦船と海軍及び海兵隊のヘリコプターが使用された。またケープカナベラルの南にあるココアビーチという街がにわかに注目を浴びることになった。1962年にこの街からアメリカ初の機動周回飛行への発射を見守った人はおよそ7万5千人であった。マーキュリー宇宙船の設計責任者は 中時代から、有人宇宙飛行の研究に携わっていたマキシムファ、ジェットであった。機体の高さは3.3メートル、直径は1.8メートルで、緊急脱出用ロケットを加えると、全体の高さは7.9メートルになった。居住空間の容積は2.8立方メートルで、飛行士一人が入り込むのが精一杯だった。 また船内には55個のスイッチと30個のヒューズ、35個の機械式レバーの総計120個の制御機器があった。機体の重量は計画中で最も重かったマーキュリーアトラス9の場合では 1400kg だった。船体の外角は高温に耐えることができるレネ41というニッケル合金で作られていた。宇宙船は円錐の形状をしており、先端部分には 首状の部分があった。底部には突面状の耐熱保護板が取り付けられており、その内部はグラスファイバーで何層にも覆われたアルミニウムのハニカム構造になっていた。また熱保護板には帰還の際に宇宙船を減速させるための3機の逆噴射ロケットがストラップで固定されていた。3機の逆噴射ロケットの間には発射の最終段階で機体を ロケットから分離式道に投入するための小型ロケットがあった。ストラップは逆噴射ロケット使用後に切断され、不要になったロケットは機体から切り離された。熱保護板のすぐ上には余圧された船室があり、船内では飛行士は体の形に合わせた座席にシートベルトで縛り付けられた。飛行士の目の前には景気板が、背中には熱保護板があり、また、 座席の直下には環境制御装置が設置されていた。この装置は酸素の供給と船内の気温の調整をし、二酸化炭素や水蒸気及び匂いの除去を行い、さらに軌道上での尿の採取などをした。先端部には回収装置が収められている区画があり、内部には原則用のドローグシュート1本とメインパラシュート2本が格納されていたが、 メインのうちの一本は予備であった。熱保護板と船内の底部の隔壁の間にはエアバッグが収められており着水直前に展開させて衝撃を和らげた。回収装置のさらにその先にはアンテナ区画があり通信用等中線追跡用の2機のアンテナが格納されていた。また機関の際に熱保護板が正しく進行方向を向くように姿勢を 安定させるフラップも設置されていた。宇宙船の前方に取り付けられている緊急脱出用ロケットには3機の固体燃料ロケットが装備されていた。発射が失敗した際には緊急脱出用ロケットが短時間だけエンジンを噴射し、宇宙船を迅速かつ確実に発射用ロケットから遠ざけ、機体が海面に接近するとパラシュートが展開し着水した。 マーキュリー宇宙服を着用するジョン・グレン船内では、飛行士は耐熱保護板を背にし、椅子に座った姿勢で仰向けに横たわっていた。地上での実験では、発射時や大気圏再突入時の工事位に耐えるにはこの姿勢が最適であることが判明していた。またファイバーグラス製の座席は、宇宙服を着た時の飛行士の体型にぴったり合うように特注されたものであった。 飛行士の左手には緊急脱出用ロケットの操作レバーがあり、発射前あるいは発射中に非常事態が発生し、なおかつロケットが自動点火しなかった場合には、飛行士自身がこのレバーを引いて脱出した。宇宙服には、船内の環境制御装置のほかに、独自の生命維持装置が付属しており、酸素の供給や体温の調節などを行うことができた。船内の空気には、 5.50両ポンドごと、平方インチの純水酸素が使用された。一方で、ソ連の宇宙船では、地上の大気と同じ一気圧の酸素と窒素の混合技を使用していた。NASA がこの方式を選択したのは、こちらの方が制御しやすく、減圧症の危険を避けることができ、宇宙服の重量を減らせたからである。火災が発生した際には、 船内から酸素をすべて排出することによって消化した。またそのような事態に限らず、何らかの理由で船内の気圧がゼロになってしまったような場合でも、飛行士は宇宙服に保護されて地球に帰還することができた。ヘルメットのバイザーは飛行中は上げた状態にされていた。これは宇宙服の中が通常は油圧されていないことを意味する。もしバイザーを下ろして、 服の中を余圧すると宇宙服は風船のように膨らんでしまい、重要なスイッチが配置されている左側の軽基板にかろうじて手が届くだけという状態になってしまった。飛行士には胸部に心拍数を計測するための電極、腕には血圧を計測するための加圧体、体温を測定するための直腸体温計がつけられ、測定値はリアルタイムで地上に送られた。 また水は普通に飲み、外薬状の食料も取ることができた軌道に乗ると、宇宙船は中心軸に沿ったもの、左右方向、上下方向の3つの軸に沿って回転させることができた。機体の制御は、火酸化水素を燃料とする小型ロケットエンジンでいった。また正面にある窓、または潜望鏡によって位置を確認することができた。 戦望鏡は360度回転させることができ、その画像は目の前のスクリーンに映し出された。宇宙船の開発には飛行士たち自身も関わり、機体の制御と窓の設置は絶対に譲れない条件であると主張した。その結果、宇宙船の運動及びその他の機能は3つの方法によってコントロールされることとなった。一つは地上からの中継によるもの、一つは 船内の機器によって自動的に行われるもの、最後は飛行士ら自身による制御で、飛行士の操作は他の2つよりも最優先されるものとなった。マーキュリー最後の飛行で飛行士のゴードン・クーパーは手動で大気圏に再突入したが、これは飛行士による操作ができるようにしていなければ実現不可能なものであり、その有効性が結果によって確認されることとなった。 セントルイスのマクドネル社における宇宙船の製造 NASA は1958年から1959年にかけ3度にわたってマーキュリー宇宙船の設計を変更した。宇宙船の入札終了後の1958年11月、NASA は提出されていた設計案のうちの C 案を採用したが、1959年7月の試験飛行が失敗した後、 最終形態の D 案が浮上した。耐熱保護版の形状についてはそれより以前に1950年代の弾道ミサイルの実験を通して開発が進められていた。それによれば先端を鈍角の形状にすれば発生した衝撃波が宇宙船の周囲の熱のほとんどを逃がしてくれることが明らかになっていた。また熱保護の対策をさらに進めるために ヒートシンク、または溶融剤のいずれかを保護板に添加することが検討された。ヒートシンクとは保護板の表面に無数の細かい穴を開け、そこから空気を噴射して熱を逃がすという方式である。一方で溶融剤とは保護板の表面にわざと熱で溶ける物質を塗り、それを蒸発させることにより熱を奪うというもので、無人試験が繰り返された後、 後者の方が採用されることとなった。宇宙船の設計と並行して X-15 のような既存のロケット機上の形態も検討されていたが、この方式は宇宙船に採用するには技術的にまだあまりにも遠かったため、最終的に除外された。熱保護板や機体の安定性については風洞試験が繰り返され、後には実際に飛行させて試験された。 緊急脱出用ロケットは無人で試験飛行が行われた。パラシュートは開発が難航したためロガロ翼のハンググライダーのような形式も検討されたが最終的に却下された。宇宙船はミズーリ州セントルイスにあるマクドネルヤクラフト社工場内のクリーンルームで製造され同所の真空室で試験された。600近くある下請け企業の中には 宇宙船の環境制御システムを製造したギャレットやリサーチ社などもあった。最終品質検査及び最終準備はケープカナベラルの S 格納庫で行われた。NASA は20機の製造を発注し、それぞれ1番から20番までの番号が振られたが、10、12、15、17、19番の機体は飛行することはなかった。また3番機と4番機は、 無人飛行試験の際に破壊された。11番機は大西洋の底に沈んだが、38年後に回収された。宇宙船の中には脱出システムを修正したり、長時間の滞在ができるようにするなど、初期の段階から改良が加えられたものもあった。さらに数多くのモックアップが NASA 及びマクドネルによって製造され、回収装置や緊急脱出用ロケットの試験のために、 使用された。またマクドネルは飛行士の訓練のためのシミュレーターも製作した。左からマーキュリー・アトラス、マーキュリー・レッドストーン、リトルジョーマーキュリー計画では2種類の発射用ロケットが使用された。最も重要なのは、機動飛行に使用されるアトラス LV-3B ロケットであった。アトラスは1950年代半ばにコンベア社が空軍のために開発したもので、 酸化剤には液体酸素を燃料にはケロシンを使用していた。ロケット自体の全高は20メートルだが宇宙船と緊急脱出用ロケットを加えると29メートルになった。第1弾は2機のエンジンからなるスカート部でロケット本体から燃料と液体酸素を供給され発射時には中央の本体ロケットと共に燃焼ガスを噴射し宇宙船を軌道に投入するのに 十分な水力を発生させた。第一弾切り離し後は、中央の本体ロケットが燃焼を続けた。本体ロケットにはスラスターが装備され、ジャイロスコープに従って動作した。この2機の小型ロケットは、本体側面に設置され、より正確に機体を誘導することを可能にした。外角は極めて薄いステンレスで作られているため、機体が歪んだりしないよう常に燃料、または、 ヘリウムガスで内部から圧力をかけておく必要があった。これは燃料の重量の2%まで機体の重量を削減できることを意味していた。またアトラス D はもともとは核弾頭を搭載するために設計されていたので、それより重量のある宇宙船を乗せるためには機体をさらに強化することが求められた。また内蔵された誘導システムは大型化した機体に合わせて、 位置を変えなければならなかった。マーキュリー計画後期には LGM-25C ミサイルの使用も検討されたが、時期的に間に合わなかった。アトラスはケープカナベラルまでは空輸され、発射台までは台車で運ばれ、発射台に到着したら整備等のクレーンで台車と共に垂直に立たされ、複数のクランプで台に固定された。 もう一つの有人飛行用発射機は一段式で高さ25メートルのマーキュリーレッドストーンロケットで弾道飛行に使用された。燃料はアルコール、酸化剤に液体酸素を使用する液体燃料ロケットだったが水力はわずか34トンしかなかったため宇宙船を衛星軌道に乗せることはできなかった。レッドストーンは1950年代初頭に ドイツの部位にロケットを改良して陸軍のために開発されたものであり、マーキュリーに流用するにあたっては先端を取り除いて宇宙船との接合部分を設置し発射時の振動を和らげるための素材を使用するなどの改良が施された。ロケットエンジンを製作したのはノースアメリカンでフィンを作動させることによって進行方向を制御した。その方法は二つあり、一つは 機体の底部についている翼を作動させるもの、もう一つは、ノズルのすぐ下にあるフィンを作動させて燃焼ガスの流れを変えるというものであった。アトラスとレッドストーンのどちらにも不具合を感知する自動中止装置が搭載されており、何か異常が発生した場合には、自動的に緊急脱出用ロケットを点火するようになっていた。弾道飛行用には当初は、レッドストーンの類縁である。 ジュピターミサイルの使用が検討されたが、1959年7月に予算の問題により、レッドストーンに決定された。この他に高さ17メートルのリトルジョーと呼ばれる小型ロケットも使用された。これは打ち上げ脱出システムの無人テスト用であり、分離用ロケットエンジンを持つモジュールを取り付けた宇宙船がその上部に据えられた。その主要な目的は、胴圧が最大になり、 宇宙船をロケットから分離させることが最も困難になる最大動圧点であってもシステムを機能するものにすることだった。またマックス級は飛行士が最も激しい振動にさらされる瞬間でもある。リトル・ジョーは固体燃料ロケットを使用し1958年に中によって有人弾道飛行を目的として設計されたが、マーキュリー計画で アトラス D の発射をシミュレートすることを目的に再設計された。機体の製作はノースアメリカンが言った。発射後に飛行方向を制御する機能は持っていなかったため、発射台を傾けることで目標方向に打ち上げた。最大到達高度は、ペイロード満載状態で 160km だった。さらにジトル城の他に、 宇宙船追跡ネットワークを検証するため、スカウトロケットが一度だけ使用されたことがあったが、発射直後に打ち上げが失敗し地面に激突して、機体は破壊された。左からグリソム、シェパード、カーペンター、シラー、スレートン、グレン、クーパー。百六十二年百五十九年四月九日、NASA は、マーキュリー7の名で知られる以下の七名の、 宇宙飛行士を発表した。1961年5月にシェッパードは弾道飛行に成功し、宇宙に行った初めてのアメリカ人となった。彼はアポロ14号でも飛行し、マーキュリー7の中で唯一月面に降り立った。グリーソムはアメリカ人として2番目に宇宙に行き、その後のジェミニ計画及びアポロ計画にも参加したが、1967年1月に、 アポロ1号の事故で死亡した。グレンは1962年2月に地球周回軌道に到達した初めてのアメリカ人となり、その後 NASA を引退して政治家となったが、1998年にスペースシャトル STS-95 で飛行士として復活した。スレートンは健康上の理由でマーキュリーにはついに登場できず、1962年からは、 職員として NASA に残ったが、1975年にアポロソユーズテスト計画で飛行した。クーパーはマーキュリー最後の飛行で同計画の中では最も長く宇宙に滞在し、またジェミニ計画でも飛行した。カーペンターはマーキュリーが唯一の宇宙飛行となった。シラーはマーキュリーでの3度目の地球周回飛行に登場し、ジェミニ計画にも参加した。 またその3年後のアポロ7号でも船長を務め、マーキュリー、ジェミニ、アポロの3つの計画で宇宙に行った唯一の飛行士となった。飛行士らの任務の中には広報活動も含まれており、彼らは報道陣のインタビューに答え、計画に関わる施設を訪れ職員と会話をした。移動を要因にするために飛行士らはジェット戦闘機の使用を要求した。 マスコミの間では、ジョングレンが最も受けがよく、セブンの代表であるかのように見なされていた。飛行士らは、ライフ氏に手記を売り、同氏は彼らを愛国的で信心深い家族思いの男であると描写した。飛行士が宇宙にいる間、彼の家に入り家族と接触することが許されたのは、ライフだけだった。計画中、グリソム、カーペンター、クーパー、シラー、スレートンらは、 ラングレー空軍基地内たはその近辺で家族と共に過ごしたが、グレンは同基地に単身赴任し、週末にワシントン DC にいる祭司のところに戻った。シェバードはバージニア州のオセアーナ海軍航空基地で家族と共に生活した。宇宙飛行士の資格を満たす者は、当初はあらゆるリスクを引き受ける覚悟がある男あるいは女で、あれば誰でも良いだろうと思われていたが、 アイゼンハワーの主張により、アメリカ人で最初に宇宙に乗り込む者は、当時508名いたテストパイロットの中から選抜されることになった。しかしながら、軍のテストパイロットの中には、女性はいなかったため、必然的に飛行士はすべて男性で構成された。またこの時中で、X-15 のテストパイロットをしていた後に、人類初の月面着陸をすることになる。 ニール・アームストロングは民間人であるという理由で除外された。さらに選抜条件の中には25歳から40歳までで身長1メートル80センチ以下、さらに科学、または技術の分野で学位を持っていることという項目が加えられた。学位の条件が追加されたことにより実験機 X-1 の飛行士で人類で 初めて音速を突破したチャック・イエーガーなども除外されることになった。イエーガーは後にマーキュリー計画に対しては批判的になり、特に猿を使って実験したことをひどく軽蔑した。気球で高度3万1330メートルの清掃圏からスカイダイビングをした世界記録を持つジョゼフ・キッティンジャーはすべての条件をクリアしていたが、彼が当時関わっていた。 超航空ダイビングのプロジェクトを進行させることを選んだため応募しなかった。有資各社の中には、有事宇宙飛行が、マーキュリー計画の後にも継続されるとは、信じられなかったため辞退した者たちもいた。508名の中から110名が面接で選ばれ、さらにその中から32名が体力及び、心理テストで振り分けられた。残った候補者は健康面、視力、 聴力が検査され、騒音、振動、加速度、孤独環境、熱などに対する耐性も検査された。特殊な隔離室では、混乱した状況の中で課題をこなす能力があるかを調べられた。また候補者たちは、自身に関する500以上の質問を受け、様々な画像を表示され、何が見えるかを答えさせられた。ジェミニ、およびアポロで飛行したジムラベルは、 体力試験で落とされた。これらの試験の後、最終的には6名まで絞り込む予定だったが、7名のままにすることになった。飛行士らが受けた訓練の中には、選抜試験の項目と重複するものもあった。海軍航空開発センターにある遠心加速機では、発射及び機関時に経験する重力加速度の変化をシミュレーションし、 6G 以上の加速度を受けた時に必要とされる特殊な呼吸法などを習得した。航空機を使用しての無重力訓練も行われ、初期の段階では複座式戦闘機の後部座席を使用し、後期の段階では貨物機の内部を改造し壁や床にマットを敷き詰めたものが使われた。ルイス飛行推進研究所にある多軸回転試験完成装置と呼ばれる設備では、 船内にある操縦管を模したコントローラーを使用して、宇宙船の姿勢を制御する訓練が行われた。この他にも、プラネタリウムやシミュレーターを使用して、星や地球を基準にして、軌道上で正しく姿勢を制御する方法などを学んだ。通信や飛行手順の訓練には、フライトシミュレーターが使用され、最初の段階ではトレーナーが1対1でサポートし、 後の段階では飛行士自身でコントロールセンターと連絡を取る訓練をした。着水訓練にはラングレーのプールが使用され、後には実際に海に出て潜水士が着きながらヘリコプターで回収される訓練が行われた。弾道飛行の詳細。点線は無重力の期間を表す。マーキュリー計画には弾道飛行、軌道飛行の2種類の飛行計画があった。 弾道飛行にはレッドストーンを使用し、2分30秒の燃焼で宇宙船を高度32回りまで上昇させ、ロケット分離後は放物線を描いて完成で飛行した。打ち上げ後は自然に落下してくるため逆噴射ロケットは本来は必要なかったが、性能を検証するために点火された。宇宙船は弾道飛行、軌道飛行ともに大西洋に帰還した。 着水後には潜水士が機体に姿勢を安定させるための浮き輪を取り付けることになっていたが、弾道飛行では準備が間に合わなかった。弾道飛行では15分間の飛行で、高度102から103回り、軌道飛行距離は262回りに到達した。計画の準備は、主登場員と予備登場員の選抜よりも1ヶ月先行して行われた。予備登場員は、 首登上院に一万一のことがあった場合の控えで、すべての訓練を首登上院と共に受けた。発射3日前、飛行士は飛行中に排便する可能性を最小限にするために特別食を取り始めたが、発射当日の朝食にはステーキを食べるのが慣例となっていた。飛行士の体にセンサーをつけ、宇宙服を着用させると、船内の環境に適応させるために、 宇宙服の中に純水酸素が送り込まれた。発射台にバスで到着すると飛行士は整備棟に付属するエレベーターでホワイトルームと呼ばれる準備室に行き、作業員に補助され発射の2時間前に宇宙船に乗り込んだ。飛行士の体をシートベルトで座席に固定するとハッチがボルトで締められ作業員が撤退し整備棟がロケットから離れた。この後、 ロケットのタンクに液体酸素が充填された。発射準備及び発射後のすべての進行はカウントダウンと呼ばれる工程表に沿って行われた。発射1日前に予備秒読みが開始され、ロケットや宇宙船のすべてのシステムが点検される。その後15時間中断され、この間に加工品が充填される。この後、軌道飛行の場合は発射6時間半前に 手描読みが開始され、発射の瞬間の瞬間までは数が少なくなり、発射後は軌道投入の瞬間まで読み上げが続行された。軌道飛行の詳細。A から D までは発射、E から K までは期間及び着水。軌道飛行では、アトラスのエンジンは発射4秒前に点火される。ロケットは止め金で固定されており、十分な水力が発生するとフックが外れて、 発射台を離れる。30秒後に、動圧が最大になるマックス級に達し、この時飛行士は激しい振動にさらされることになる。2分10秒後、第1弾のスカート部が切り離される。この時点で緊急脱出用ロケットは、必要なくなるので、切り離し用ロケットに点火して投機される。ロケットはその後次第に進路を水平に傾け、発射から5分10秒後、 高度87回りで宇宙船が軌道に投入される。ちなみに、マーキュリーに限らず、世界の多くの国において人工衛星は地球の自転を利用するために東に向かって発射されるのが通例となっている。ここで3機の切り離し用小型ロケットが1秒間点火され、宇宙船はロケットから離れる。エンジンを停止する直前には加速度は 8G に達する。 軌道に投入されると宇宙船は自動的に180度向きを変え逆噴射用ロケットを前方に四季子を14.5度下方に傾けた姿勢になる。機種を下に向けるのは地上との交信のために必要だからである。一旦軌道に乗ると宇宙船は機関のために大気圏再突入をする時を除いて軌道を変更することは不可能になる。地球を一周するのには 通常88分を要する。軌道に投入されるのは、近地点と呼ばれる軌道が最も低くなる場所で、高度はおよそ87回りである。逆に最も高くなる場所は、遠地点と呼ばれ、地球の反対側になる。機関の際には、下向きの角度が34度にまで増加される。逆噴射ロケットの燃焼時間は1機が10秒で、一つが点火してから。 それぞれ5秒の間隔を置いて、次々に噴射される。再突入の間、飛行士には 8G の加速度が加わる。耐熱保護板の周囲の温度は、下肢3000度に達し、またこの時宇宙船の周囲の空気が高温により、イオン化するため、ブラックアウトと呼ばれる通信が途絶する、時間帯が2分間ほど発生する。再突入後、 高度2万1000フィートで姿勢を安定させるためのドローグシュートと呼ばれる小型パラシュートが展開し、その後高度1万フィートでメインパラシュートが展開する。ロープにかかる張力を低減させるため最初は小さく開き数秒後に全開する。着水直前、衝撃を和らげるために耐熱保護板の裏にあるエアバッグが展開される。着水するとパラシュートを切り離し、 アンテナが伸ばされ、艦船やヘリコプターが追跡できるよう電波のビーコンが発信される。また空から視認しやすくさせるため、緑色の線量が宇宙船の周囲に流される。ヘリが到着すると、潜水士が姿勢を垂直に保つための浮き輪を機体に取り付ける。先端部にワイヤーが引っ掛けられると飛行士が爆発ボルトのスイッチを入れてハッチを吹き飛ばし、 飛行士と宇宙船は共にヘリによってホイストされて回収される。ケープカナベラルの管制センター内部マーキュリー計画を支える人員は通常1万8000人前後でそのうち回収作業に関わったのはおよそ1万5000人だった。その他の人員のほとんどは世界中に張り巡らされた宇宙船追跡ネットワークに関わっていた。追跡ネットワークは 赤道上に置かれた18の基地からなるもので、1960年中には完成していた人工衛星追跡もを基礎にしていた。その主な役割は宇宙船からデータを収集することと飛行士と地上の間の双方向の通信を提供することだった。各基地は700回離れており、宇宙船がその間を通過するには通常7分を要した。また他の飛行士たちには、 宇宙船通信担当官の任務が割り当てられ、軌道上にいる飛行士との通信連絡を担当した。宇宙船から送られてきたデータは、コダード宇宙センターで処理された後に、ケープカナベラルのマーキュリー管制センターに送られ、管制室にある世界地図の両側に表示された。地図上には、宇宙船の現在位置と緊急事態が発生した場合に30分以内に、 帰還できる位置が示されていた。マーキュリー計画における着水点、ケープカナベラルハワイフリーダム7リバティベル7フレンドシップ7オーロラ7シグマ7フェイス71961年4月12日、ソ連のユーリガガーリンが地球周回飛行に成功し、人類初の宇宙飛行士となった。その3週間後の5月5日、アランシェパードが弾道飛行に成功し、 アメリカ初の宇宙飛行士となった。アメリカが地球周回飛行に成功したのは1962年2月20日のことで、マーキュリー3人目の飛行士、ジョングレンが軌道に到達したが、これ以前の1961年8月には、ソ連の2人目の飛行士ゲルマン・チトフがすでに1日間の飛行に成功していた。 マーキュリーでは1963年5月16日までにさらに3度の発射が行われ、最後の飛行では1日間で地球を22周したものの、その翌月に行われたボストーク計画最後の飛行ボストーク5号では、ほぼ5日間で地球を82周する当時の最長記録を打ち立てていた。マーキュリーにおける有人飛行はすべて成功裏に終了した。主な医療的問題は、 単純な個人衛星と飛行後の起立性低血圧が発生しただけだった。発射用ロケットは無人試験の段階から継続して使用されてきたため、有人飛行の計画番号は1からは始まらなかった。また2種類の異なるロケットが使用されたため、飛行計画にも MR と MA の2種類の名称が与えられることになったが、飛行士たちはパイロットの伝統に従って、 各々の宇宙船に独自に名前を付けていたため、MR、MA の名称は一般的には用いられることは少なかった。また飛行士らが与えた名称には、7名の宇宙飛行士を記念して末尾に7が付けられた。マーキュリー・レッドストーンは、ケープカナベラル空軍基地第5発射施設から、マーキュリー・アトラスは、ケープカナベラル空軍基地第14発射施設から、打ち上げられた。時計には、 現地時間よりも5時間進んでいる協定世界時が使用された。無人飛行では、リトルジョー、レッドストーン、アトラスが使用され、発射機、脱出システム、宇宙船及び追跡ネットワークの開発が行われた。地上追跡ネットワークを試験するため一度だけ、スカウトロケットを使用して無人機の発射が試みられたが、失敗して軌道に到達することはなかった。 リトルジョーを使用したものでは8度の飛行で7機の機体が打ち上げられ、そのうちの3度が成功した。2度目のリトルジョーの飛行には、リトルジョー6の名称が与えられたが、これは最初の5機がすでに他の飛行に割り当てられた後で、計画に挿入されたことによるものであった。ゴードン・クーパーのパレード。1963年計画は、開始から、 最後の軌道飛行までを数えると22ヶ月遅れた。また12の元受けと75の下受け、さらに約7200の孫受け企業と契約し、従業した人数は200万を数えた。1969年に NASA が行った試算によれば、費用は総額で3億9260万ドルに及び、その内訳は宇宙船開発費が1億3530万ドル。 発射機開発費が八千二百九十万ドル、運営費が四千九百三十万ドル、宇宙船追跡の運用及び装置が七千百九十万ドル、施設費が五千三百二十万ドルであった。マーキュリーは今日ではアメリカ発の有人宇宙飛行計画として記念されている。ソビエトとの宇宙開発競争に勝利することこそできなかったものの国威を発揚し、また 後続のジェミニ、アポロ、スカイラブ計画などに対しては先駆者として科学的成功を収めた。1950年代の段階では科学者の中には有人宇宙飛行の実現性を信じていない者も,もいて、ジョン・カイ・ケネディが大統領に選出されるまで彼を含む多くの者は計画に疑念を抱いていた。フリーダム7の発射数ヶ月前、ケネディは大統領として社会にとって 大きな成功を収めるものとして、マーキュリー計画を支持することを選んだ。結局アメリカ大衆の大多数も、有人宇宙飛行を支持し、数週間以内にケネディは、1960年代の終わりまでに人間を月に着陸させかつ安全に、地球に帰還させる計画を発表した。飛行した6人のパイロットは勲章を受けパレードで、更新し、また2名は、 アメリカ合衆国議会合同会議に招かれ演説した。女性を除外した飛行士の選考基準を受け、独自に飛行士を選ぶ民間のプロジェクトも立ち上がった。そこでは13名の女性飛行士が選ばれ、彼女たちはマーキュリー計画で男性飛行士が受けたテストを全てクリアし、メディアによってマーキュリー13と命名された。このような努力にもかかわらず、 NASA は1978年にスペースシャトル計画で新たに飛行士を選出するまで女性飛行士を誕生させなかった。1964年、ケープカナベラルの第14発射施設の近くで計画のシンボルと数字の7を組み合わせた金属製の記念碑が除幕された。1962年、アメリカ合衆国有便公社は MA6 の飛行を称え、 マーキュリー記念切手を発行した。友人宇宙飛行を描いた切手が発行されるのは、これが初めてのことであった。この切手は1962年2月20日、アメリカ発の友人地球周回飛行が行われたその当日、フロリダ州ケープカナベーラルで発売された。2011年5月4日、郵便公社は、 計画初の友人飛行フリーダム7の50周年の記念日程を発行した。映像表現においては、同計画は1979年のトムウルフの小説ライトスタッフをもとに1983年に制作された同名の映画で描写されている。2011年2月25日、世界最大の技術専門家協会である IEE は、 マクドネル社の後継企業であるボーイングに、マーキュリー宇宙船を開発した功績により、マイルストーンアワードフーインポータントインベンションズを授与した。記念表彰は計画終了後に企業家たちが収集家を満足させるために制作した。ありがとうございます。